こんにちは、飛鳥塾の中山です。今健康ブームの真っ只中ではありますが、ご自分に合った健康法をいろいろと試されている方も多いと思います。でも多くの健康法を試すだけで終わっている方が多いのではないでしょうか。運動法も健康法の一つに挙げられると思います。最近はインナーマッスルを鍛えるとか体幹の筋肉を鍛えるなどという言葉をよく耳にするようになりました。科学的なトレーニング法でたとえインナーマッスルを鍛えることができたとしても、その鍛えて強くなったインナーマッスルを使いこなして詳細に操作できる人はそう多くはいません。インナーマッスルを鍛えて強くすれば確かに健康な体を作ることはできますが、しかしそのインナーマッスルを使いこなすソフトの方が重要なのです。武道武術の場合、体幹部のインナーマッスルを使いこなすためには意識、呼吸、動作を一致させる訓練が必要です。筋肉の強弱問題だけを解決すればそれでいいというわけではありません。まずそれらの筋肉の連動を感じることができなければ意識や呼吸の訓練には進めないわけです。意識や呼吸の使い方が分かれば筋肉は勝手に連動して動くようになります。私の知る限りでは筋肉から入った人は結局は筋肉に終始し、意識や呼吸までたどり着けないまま終わってしまう人が多いようです。古流武術の考え方では、筋肉を含む目に見える体は粗雑なもの、目に見えない意識や気や心というものは精妙なもの、体を半分に半分にと限りなく細かくしていくと精密な意識や心になり、逆に意識や心を倍倍に大きくしていくと粗雑な体になります。このように考えます。そして必ず精妙な意識や心で粗雑な体を導くことによって体が精妙な動きに変わっていくのです。体の使い方にもレベルがあって、筋肉主導の考え方で身体動作、身体運動のみに終始する人は筋肉の動きしか使えず、見えない意識を感じることもできません。いわば心の世界に縛られている人です。つまり心の世界から車輪へ、次のステージへと変化しようとしません。ガラパゴスの進化のない世界に見るように、変化するものにのみ進化が与えられるのです。一般的に行われている筋トレなどの延長線上でどれほどレベルが上がっても体の雑な動きの中の頂点です。いわば心の本数が増えただけなのです。人が進化するためには変化しなければなりません。生命が存続するためには強さでも賢さでもありません。ただ素直に変化することが必要なのです。心から車輪のようにね。ではまた、最後までありがとうございました。私たちはスポーツ上達や武道の極意を伝承するために、古武道の体の使い方と体幹力アップを含む意識や心の使い方を研究し指導しています。このような体幹力アップや体の使い方、潜在意識の引き出し方など達人力にご興味があり、また健康体を作ることにも興味があれば、この動画の下部の URL をクリックして詳細をチェックしてみてください。チャンネル登録とあなたのご参加をお待ちしております。